今日のメインディッシュは医師で作家の鎌田みのるさんです。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。えー、今回は、鎌、えー、田式九十歳の壁を元気に乗り越える五つの極意、鎌、はいえー、田さんの百一冊目のご本です。<れ>違いましたそう <laughs> 僕ね数えられもう,もう数えてないんで,で何冊なのかがよくわからないです今回は下に飛んだことが書いてある5本ですけどもね、うん、えー、あれですね鴨田さんって一回足をやりましたよね骨折してスキーでねーで転んで骨折をして、ね、あれ何年もんですもう三年ぐらいだいやいやもう8年ぐらい前ですか、ね、あそんな前になりますか、はい それから5年ぐらい前にやっぱりスキー転んで肩の骨折をしましてでもめげずに今年もスキーをだいぶすやりましたちょっとあれですよね風天の虎みたいな感じがしますよね同じことやっても何回もやるっていうそれ以外はんか病気って知ってます 病気はね心房細動って不整脈をしてアブレーションっていうあの股の血管からねカテーテルって入れて心臓まで血管を通して入れて薬っていう不整脈を出してるところを中側から消不脈って危険なんですか長嶋茂雄さんが元気だったのに心房細動が原因で血栓が 脳に飛んで失語症を起こしたんじゃないかって言われていて心房細動怖いんですよそうなのそれで僕は何回か心房細動になったんで諏訪中病院の循環器の先生が「万が一のことあるから先生ちょっとやりましょうよ」っつってカテーテルで治療をしてもらってそれって時間とかってそれはね時間ぐらい ただやっぱり一泊二日で入院はあの翌日までちょっとあの血管から出血しちゃいけないので安静ということで翌朝まで入院はさせられましたけども一泊でですすねそうか、はい、私もね何年か前に腰弱した時にちょっとやってでも前後左右前後左右ってことないか。それ それぐらいですね今日までねでもあの時すごい苦しそうだったですよね時は苦しかった、ね、あ時は本当に苦しかったんです身体的に苦しかったんですかここに寝そべって放送してたんですそうなのよだから、えー、相,相手の女性の足がまたしか見えなかった <laughs> まあそれはそれでね損したのか得したのかちょっとわかんないけどそんな状態でまあでもねうんそんなんで何日ぐらいあったかなまあ1週間ぐらい横になってたかねあんまり覚えてないんですけどもさてそんな病気をねんで乗り切ってるんですか先生はいやいやいや同年配なのよ大体1歳違いぐらいなんですけども僕はね今回の本はあの まあ70歳前後の、うん、う人がどのぐらい生きるかって調べてみたら平均余命あとよ、はいうん、生きれるの平均寿命じゃなくて余命っていうのがあるんだよね70歳でちょっと元気なグループは男は大体21年間だから91ぐらいまでそんなに生きるのそう生きたくないと思っても生きちゃうっていう時代なのよそ<う> <91? S 1> そんなに生きるう 91? かあ で女の人は大変よ<何>女の人はね25年だから70歳前後の人は95まで平気で生きちゃうっていうこと、うん、かそれでこの本の冒頭に書いたんだけども 2>,、うん、えと2ページに「うん、90歳の壁」ってな、うん、考えたのはなぜか90歳の壁かっていうと90歳を3行目4行目に90歳を超えると介護保険のお世話になる人が50%を超えると。 うん、介護保険のそ<う>、まあ、よお世話になるってことは、まあ、病気を持つっていうか体に血管ができるというかだからお世話になるってことね。で認知症は男性が約90歳を超すともう4割、うん、4割四割よ僕たち僕や大竹、うん、さん4割を、うん、90歳越しちゃうと、うん、はいで女性はもっとすごいのよ、うん、7割だもん アヒさん女性の方が認知症率が高い高いの、えー、高いの <laughs> どうしてやろう <laughs> どうしてどうしてなのかね <laughs> だって <laughs> 圧倒的に違いません割合が、うん、そ,うそうなの 四割と七割じゃ。これってね、精査ありそうですよね。そう、なんかあるね、なんかあるな。何のやろあ、いや、すごいね、ヒコロヒさんの視点は。俺もちょっとまた研究して、この次来る時、少し宿題にしようかな。してください。なんかでも、考え方の思考回路とかが、なんかやっぱ違うって言うじゃないですか。言い悪いじゃなくて、男性と女性の脳の、なんかそういうの。 あるのかな。だから、なんかそれやったら男っぽい考え、何をもってしてかわかんないですけど、男っぽい考え方をするとかしてたら、ちょっと下げられる。もしか、もしかす行きたくないの。か下げられるっていう意味は。九十九万。間違えた。間違えた。行きたいのか、どっちだ。どっちでもいいっすね。 どっちでもいいんだけどいつもね先生と思って話すのはもうピンコロがいいとピンピンコロリ<う>なんかこう90まで生きたら90の死ぬ間際まで好きなことやって仕事もするしライブハウスに行って音楽を聴いたり芝居を見に行ったりもできて。 それで殺っていくいく。くいやだ自分勝手 <laughs> 残された人どうするんですか準備させてあげてください。まあそうだそれはそうだけど、うんうん、ねでも。 こっちの身にしてみればだよ、うん、長い間介護のねベッドの上で生活してって言うのもつらいなっていうこっちはそういう話よだから。でも介護してる方はもつらいねんから早死んでくれよって思わせてあげる方が優しくないですかな <laughs> なるほどね、うん、じゃあもうこ,この本いらないら <laughs> <laughs> いや今のねツッコミでよく分かった僕はいつ死んでもいいよって女房に言うのねで僕はジムネットってイラク難民キャンプに行ったりチェルノブイリの支援もしててチェルノブイリの放射能の戦地域子供の診察に行くんだけどイラク人の難民キャンプに行った時に砂漠に行く途中で僕は不正面が起きて死んでもいいなっていうふうに女房に言ったわけ。 ねしたら女房が「迎えに行く人の気味になってよって」っちゅうんそうですよ「本当に遠いよイラクは」ってねしかも砂漠の中で死なれたら <laughs> 本当にどうしていいのか分かんないよねもうほほどっかその辺にほ,ほっから返しておいてください」<laughs> <laughs> はい。まあそんなんですけども「元気に乗り越える」ね「ピンピンコロリで元気に乗り越えたい」うん みんなの思いです。先生はそれにはこの本に書いてあるのは一二三四五六五五五五のなんかこう極意があると。そうなんです。いうふうにお書きになってます。基本的にはね、九十五人まで行って日帰り温泉に行けるかどうか、うんうん、レストラン行って好きなものを頼んで食べれるかどうかっていうの大事なのは一番やっぱり。 筋活と骨活で、ここが弱くなって、結局九十を越すと。介護保険の世話になってちゃう。まあ、いろいろ先生、あの大事な順に話してくださいね。血の時間がこう、あの単なるかオーバーするかわからないけど。一番大事なのは今おっしゃったことですか。筋活と骨活ですよ。筋活と筋活はわかる。はい。骨活がわからない。骨をね、強くしないと、骨粗鬆症で、特に女性は骨粗鬆症になりやすい、生理が。 歩くるから平型になって、うん、すでして腰が曲がってきて、うん、のあの都会では背中がこう猫背って言って丸丸高齢者が多くなって、えっと地方で農業地帯なんかでは腰が曲がっていく女性なんかが多くなっていくんですね。あ,あのちょっとヒコロヒーを見てほしいんですけど、うん、彼女はなんか物から見ててなんか骨が丈夫そうな 人?うん。そうに見える。えるあ、先生もやっぱりそう思います?うん。骨太な感じする。で、っていうか、的にこういう。丈夫そうな人でも。うん、あの、やっぱり、年を召されると。いろいろなってくるんです。うん、丈夫そうな人はでも、はから結構丈夫なんですか?あ。そう、でもね、やっぱり、ちゃんと筋肉を鍛えていかないと。四十、うん、歳を越すと1、一パーセントずつ人は筋肉が少なくなっていくんですね。うん 筋肉が、だからな、な、四十から一パーセントずつ減ると、七十歳ぐらい。越すともうフレイルっていう、巨弱になって、ちょっと立ち上がるのに、よいしょって言ったりしなくして、立ち上がれなくなったりするのよ。よいしょね。よいしょ。まだ言わないでしょよいしょだけは、絶対に言わない人生にしたいと思ってるんです。よいしょっていうのだけは。よいしょ、一日百回ぐらいって。よいしょ。よいしょ。やるか。よいしょ。まあ、今日もこの後。 よいしょだそうだからね、例えばさ、あの今二十八六ページ、二十六ページ、サイド足上げってさ、横横向きに寝てさ、足をこれをぐっと上げるの。いやこれ私でもできない気がする。これね、大竹さんにやってもらいたいのよ。これは無理ですね。多分。これ十回でいいんですね。でもそう十回十回ここやって。これこれできるかなこれ。やってみようかな。 今今大竹さんが立ち上がってブースの中に横たわって出ました出た出たおっそれで足をすごいすごいよ素晴らしいおうそれを10分大竹誠すごいねこれは大したもんだね足が上がるのも重要そうああじゃあすごいじゃないですかまだまだいけるこんなねうんイージーシング

こう伸ばす。ああ、これいや俺多分できるなそれ。これできるね。でもめっちゃしんどくないですか？しんどくない？鎌田さんは？しんどくない全然しんどくない。ええ。大竹さんってできるよ。大竹さんできるよ多分。本当？うん。お前やってみる。よしでき元気するな。お前やってみる。お。 ヒコロヒーが今、四つんばいになりました。もっとまっすぐ、もっと上りで、そうそうそう。おお、いい、そうそう、いい。なんかちょっとね、上がりが悪い。めっちゃきつい、もっと後ろに高く上がらないと。え、そんな低かったですか低い。嘘いや、多分俺、もっと高く上がると思う。今、大竹まことさんが四つんばいになりました。いは

表紙になってるのはさ僕がツイストっていうのをやってるんだけどあほんまやえっと右肘と左膝を左膝をグッと持ち上げて右膝をグッと膝に近づいておへその上でくっつけるこういうふうにこれをツイスト。うん これ聞きは何のための体操？さっきからやってんの？これはね、えっ、ー、と体幹筋っていうのをよくして、うんうん、それから腸腰筋っていう、うん、ここに股のとこにある筋肉を強化すると、うんうん、階段の上り下りが非常に楽になるわけ。あのさっき一番最初にやったのは、はい、普段使わない筋肉だもんね。そう、中中殿筋とお尻の筋肉を使った、うん、さっきのは。あだからそうか。あでも普段使う筋肉じゃなくて使わない筋肉も、うん がやっぱ衰えるの。そうなのそれでつまずいて骨折して介護保険のお世話になったりするので、そういうレシピをまあ七十四歳の僕が効果を実感している究極の長生き筋活レシピ十九十九のレ楽ですよ結構そのそんなめっちゃしんどくないというかやりやすい。ちょっと息切れたけど。だから家事の合間とかね。 うん、それで腸活腸と腸っていうのは免疫機能の、うんえー、7割がち 腸の中にあるって言われで例えばナチュラルキラー細胞なんていうがん細胞ががん化すると、うん、ナチュラルキラー細胞がそれを食べてくれてがん、はい、にならないで済むわけ、はい、そういうのを腸活腸内環境が良くなるとそういうことができて、うん、もちろん便,便通も良くなるんだけども、うん、今度はの脳腸相関って腸,腸の働きが良くなると、うん 脳も良くなって認知症予防にもなるしいい睡眠にもなっていく、はい、だから今、えー、と商品名言わないけども、うん、えーとヨーグルトの種類でなんとかせんとかっていうのを、うん、飲むと、はい、腸内環境を良くすると、うん、の,の睡眠が良くなるとか。な、うん、うん、何とかワンっていうのは なんとかワンは免疫機能をよくして風邪をひきにくくするとかそれからなんとかヨーグルトは認知機能をちょっとよくするとかというのはみんな脳腸相関っつって腸内環境をよくすることで脳をよくすることで筋肉を動かすと腸活もできる腸活がよくなると脳活にもなって。 睡眠が良くあの理論的に言うと緊張している時はここに書いてあるんだけど交感神経が優位になるのね。そ<う>でリラックスしてる時は副交換神経が有意になるのね<う>だからリラックスすることの方が 大事だって言ってて言るそう今ねあの、うん、日本人はみんなね、うん、交感神経優位でみんなイライラしてああ確かに、うん、すぐ怒っちゃうおじさんとか駅員となっちゃうおじさんとか出てきてるの、うん、交感神経優位になってるわけ、うん、あそうなのう そうすると全体血交換神経が有機になると血管が収縮するから血圧は自然に上がるし循環悪くなるから脳梗塞のリスクも上がってくるわけですだから副交換神経を刺激してあげると 血管は広がって脳梗塞のリスクも心筋梗塞のリスクも減ってくるわけ血管若々しくなってそうすると脈活も脈活っていうのは脈拍の脈で血管を若返らすことを脈活っていうんだけどもいやだからさ腸活っていうか腸じゃ腸を大事にするにはさちょっとパッと最初に聞いたらさこれはやっぱし何か俺は一日のねルーティンみたいなねこの時間に食べて この時間は休んでっていう。うん、このルーティンを毎日同じことを繰り返すことが腸活にいいのかな？ってちょっと思ったんだけど、うん、そうじゃないそ。それもそ一,一つです。で。でも腸活にいいのは、うんうん、えっと。 食べ物発酵したものとそれからだから納豆とかヨーグルトとかを納豆納豆ヨーグルトそれから麹味噌味噌味噌なんかも発酵してるチーズいいですよねそれにその腸内環境を良くするため善玉菌を増やすためにはその上にオリゴ糖という繊維の多いものを食べること。 あうちに置いてある飲んでないけどあのか,けかけてないけどだからやでも野菜でいいんです野菜野菜きのこそれから、えー、と海藻、うん、そういうものを食べると腸内環境が良くなって腸活が良くなって、うんうん、それから筋肉を動かすことで腸活はさらに良くなっていう,うん、うん、それから、うん、今の副交感神経を刺激するためには。うんうんうん 腹式呼吸っていうなあわかるでも私たち喫煙者はこうし知らず知らずの間にねそれしてるんですよね私たち喫煙者って混ぜるのなんでなんですかすいませんで腹式呼吸ってね要するにお腹をふぅ膨らます呼吸を覚えてしまうとこの横隔膜の下に腹交感神経っていう神経が密集してんですそこが動くようになると リラックスができて副交感神経が刺激される。ああああ劇,劇団式機能役者さんなんかみんな腹式呼吸とか。あ、そうそうそう,そう。ああじゃあすごいリラックス。見たじゃどこにいるんだ。<laughs> <laughs> そんな声だよね。ねねじゃあ,あのあの時ずっとリラックスして <laughs> リラックス。<laughs> あれリラックスかい。<laughs> よくわかんない。でもさ、さっき俺やっぱり言ったさ、リラックスっていうのが、うん、まあなんか俺は大事だなと思い始めてきたんですけども。うん リラックスっていうのは時間とかそういうのってさどのくらい必要なんですかこうもちろん、うん、この資本主義社会で生きていくためにはやっぱ交換神経で戦う神経ですから、うんはい、それで戦って、うん、勝たないといけないんだけども、うんうん、それだけだと絶対潰れるんですよ、うん、だから時々リラックスをする時間っていうのが副交換神経の時間を自分流に、うんうんうん 音楽が好きな人はゆっくりした音楽を聴くとか、うんうん、ぬるいお風呂に、うんうん、大体38度から40度ぐらいまでだと副交感神経が働く、うんはい、42度の熱々のお風呂に入ると我慢のお風呂に熱いの入るおじさんがいりますけどもあれはやっぱ我慢でで交換神経が刺激されちゃうんですようんリラックスはじゃあ,あのゲームはリラックスになる 人によってで、そういう長時間だと短い時間だったらかなりリラックスになりますよ。短い時間、それをな長い時間やったら、まあでもゲームってそんな短い時間じゃないよだって。だからそうそう,そうなったらや,やっぱりパチンコも、うんうん、ゲームもやっぱり交感神経優位、うん。ああそうか。優位なんです。勝たなきゃいけないからなゲームも。そう。そううん、で例えばパチンコなんかだと、うん、なんかばあ。 でなんか3つ揃いそうに見えるのに揃わないとガクッとするあれ,あれなんか結構交感神経をこう夜中に夢に出るからねパチンコはもう頭の中ガチ,ガチャガチャパチンコになってるからねあれ。ううではリラックスでも大竹さんみたいに今忙しい仕事をしてる人は合間合間にどうリラックスの時間を作るか 副交感神経の時間を作るかっていうのは大事よ。うん、なんかわかんないけどな。 こうぼーっとしてて今なんか二個副交感神経のが上になってるなってこれがなんかキラー細胞みたいなのが増えるっていうことなんだなって思いながらぼーっとしてればいいのそんなことな何もしないぼーっとするって大変ねぼーっとしてむむ無意むむむ無意な時間を作るってのがいいかもしれないですね確かにな私この半年ぐらい本当仕事忙しくてもう全然リラックスなんてもう何もなくて ちょっとやっぱりおかしくなりましたもんね途中でもう今はもう今は本来の自分ですけどあれこれおかしいなまだおかしい嘘で本来の自分ですじゃあ本来の自分がおかしいんやはい腸活は大事だと言われておりますはいえ最初が骨と筋肉次は腸その次は脳脳の脳脳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 脳 脳ねすごい脳活って初めて聞いたんですけドリルやなんかもいいんだけどもやっぱり一番は睡眠がしっかりとれてる「民活」と密接に関係してて睡眠をよよくくるっていうのはすすご大事でねそれから歩行認知症の予防は幅を広い人の方が狭い人に比べると5.8倍狭い人は認知症になりやすいと。え 例えば散歩をするとそういう時に歩幅は大きい方がいいってこと大きくの？から例えばちょっと見せちゃうけどさ耳あれついてるよこういうぐらいになってくるんで年を取っているとそれだこうやって大きく手を振って歩行ができる女性は認知症になりにくいっていうデータが出てるんですよ。 恥ずかしいちょっと恥ずかしいまあいわゆるウォーキングザウォーキングみたいなのを両手を大でいっぱい振ってやるのがいいそう早歩きでもいいです認知症に効く効く効くそうなんでそれはもうデータが出てるんですよやっぱりねちゃんと歩いてゆっくりしか歩けなくなると予防予防になっていくんですなるほどいろんなねことが載ってる本ですね北ロウはねちょっと幅が一番この短いあら それはね、じゃあ大きい歩幅で歩いていただいて、今の話をお伝えして。はいえー、そんな鎌田稔さんが書かれた本、うん、介護の世話にならない鎌田式、うん、90歳の壁を5名,の5名様にプレゼントします。うん、ご希望の方は鎌田さんの本希望と書いて、今すぐメールかファックスでご応募ください。ゴールデンアットマーク j o q r ドットネットゴールデンアットマーク j o q r ドットネットファックス番号は東京035403-1151、東京035403-1151、 当選者はエンディングで発表します、うん、はい。えっ、ー、とこの後にはまだ脈活っていうのもね出てきますからす、ね、いろいろ本当にいろんなこと書いてるので,、はい、で皆さんぜひぜひご応募ください,い今日のゲストは蒲田実さんでしたあり,ありがとうございました